にちは。今週も始まりました花金みーおチャンネル。今週は私森田彩が自己紹介をさせていただきます。よろしくお願いいたします。私森田彩は埼玉県のおせんべいの町草加市出身、草加市在住でございます。幼少期からですね、祖父母の民謡を聞いて育ちました。子守歌でしたね、民謡。とってもなんだろう、眠るのにすごく心地よかったことを思い出します。ご縁がありまして、隣の越谷市に師匠である早坂光恵先生がいらしたので、ありがたいことに弟子入りをさせていただいて、早もう20年を超えました。はい。光恵先生のところに弟子に入ってからはですね、本当に子どもの大会に出させていただいたりとか、うち弟子で修行をさせていただいたりとか、本当に1から10までいろいろなことを教わって、親以上に稽古以外もですね教わってきて、私が民謡をこうやっていろいろ歌わせてもらえてるんだなというふうに改めて感じている毎日でございます。私は幼少期民謡以外にもですね、好奇心が旺盛でしたので、新体操、それからトランポリンで、大人になってからはフラワーアレンジメントにちょっと興味を持ちまして、フラワーデザイナーという資格を取らせていただいたりもしました。やりたいことはやってみるというような、そんなみんなには天真爛漫だねっていう風に言われるんですけれども、いいような悪いような、明るく元気に私らしくやるというのがモットーで生きております。はい。今はですね、健康第一でよく寝て、よく食べて、よく笑って、よく歌う、この4点セットでですね、皆さんもぜひ元気いっぱいで楽しく民謡を歌っていただけると嬉しいなと思います。はい。では本日は森田彩が自己紹介をさせていただきました。ありがとうございます。それでは皆様、お元気でお過ごしください。はい。ここからは戸田由美子がお届けします。ここは渡島橋、越前海岸に浮かぶ神の島、渡島に通じる美しい橋です。国町は福井県北部に位置しており、港町の風情や漁港の活気が感じられる福井県の中でも屈指の観光の町です。その中でも国の天然記念物の東尋坊は1年を通してたくさんの観光客の皆さんに楽しんでいただいております。三国節、実はこの東尋坊をたくさん歌っている歌詞があるんですね。三国節はだいたい130を超える歌詞があるんですけれども、その中でもやはり東尋坊たくさん残っております。今日はその東尋坊の歌詞をぜひお届けしたいと思います。私ずっと前からやりたかったことがあるんですけれども、その東尋坊でこれ歌ってみたいなとずっと思っていました。今日はそれに挑戦したいと思います。ということで東尋坊に着きました。念願の三国節、今ねちょっとコロナの影響もあって少し観光客さんが少ないのをいいことにやってみたいと思います。岩が
お気に召しでした。ありがとうございました。